まこです。今日のバクチャンネルはビラクです。はい、今日は今東京に来てるんですけど、原宿のこちらコムクレープというお店に行ってみたいと思います。なんか原宿は何回も来てるんですけど、まあ、原宿って言ったらさ、やっぱみんなこうクレープを食べてるイメージがあるじゃないですか。でなんか何回も来てるのにさ、よく考えたら食べたことないなと思ってそれで今日はちょっとなんかちゃんと原宿感を味わおうと思って、こちらのお店に行ってみたいと思います。それではご覧ください。まこチャンネルスタート。はい、ありがとうございました。はい、ということでクレープブリュレを買ってきました。めっちゃいい焦げ目です。なんか焦げてるからさ、熱いのかなって思ったんですけど、下の方は普通に冷たいです。あ、いい焦げの匂いがする。ではじゃあ実際に食べてみたいと思います。いただきます。うん、パリパリ、カラメルがすごいなんかカリカリしてて、この噛んだ時の食感もいいし、めっちゃ美味しいです。で中はすごいめっちゃクリームたっぷりになってて、なんかバニラビーンズなんかな、つぶつぶしたやつが見える。食感は生クリームで、味はカスタードクリームみたいな感じのふわふわ感で、めっちゃ満腹感があります。生地もすごい薄めでめっちゃ美味しいです。甘いもの好きの方にはすごいぴったりだと思います。ぜひ原宿に来た時は食べてみてください。いかがだったでしょうか。今回はこちらのクレープブリュレを食べてみました。私的にこの一番上のさ、カラメルの部分がすごい美味しくて、なんかもっと中にもカラメル入ってたらいいのにぐらいの感じでした。カスタードとかクリーム好きの方にはすごいおすすめだと思うので、ぜひ気になった方はチェックしてみてください。原宿満喫できてよかったです。そしてまこチャンネルは夏休み限定で毎日2回更新しています。チャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。イケラセカンドもご覧ください。ということで今回は池田まこのクレープブリュレの紹介でした。バイバーイ。